料理は優しさ。どうもダイニングフレミズレイミです。どうもおはようございます。マスクをつけ忘れたったしです。はい、はい、ということで今回もあの声見えてるんですけどね、こちらにあの引き割り納豆が、前回の動画で多分あの、まあ、無限説という動画で、まあ、納豆をたくさん買ったんですけど、まあ、めちゃくちゃ余ってしまって、今回は、今回の企画は納豆、納豆、納豆ご飯、お納豆大食い企画、大食い企画だ。イエーイ。はい、ということで、皆さんこの納豆の壁に隠れてちょっと見えないんですけど、紹介していきたいと思います。今回挑戦する大食い商品はこちら。でん、わお、うん、納豆たくさん、これ 1.5キロ、1.5キロ、イエーイ。納豆ご飯ですね。納豆ご飯、これもう 1.5 キロぐらいあります。これをレミさんと今から、まあ、大食いしていきたいと思います。ので本日もよろしくお願いします。というわけで早速食べていきましょう。レッツスタッピング。はい、それでは、早速食べていこうと思います。それではマスクを失礼します。失礼します。今日もちょっとグダグダですね。そして、一旦いただきます。しますか。一旦いただきます。しますか、はい、じゃあそれでは手を合わせいただきます。いただきます。はい、じゃあ取り分けていきますか。はい、じゃあよし、まあ、すごいもう納豆で埋め尽くされてますね。よいしょ。うわ、すさまじい。もう匂いがすごいんですよ。あ、やばいやばいやばい。もう匂いがかなり、あ、もうやばいやばい。糸が、糸が、糸が、そう、これ糸どうしようっていう。これやばいな。あ、多くいくやつね。はい、とりあえず山盛りですね。こういう感じで、じゃあ、行きます。お願いします。あ、やばい。よし。お、うわ、これあれだ、糸マッチ。ああ、なんで糸引くんだ納豆は。まあ、この納豆の糸がいいっていう部分もあるんですけど。もっと声張って、移す時だけはちょっとなくなってほしいですね。ほいほい。え、多分これやらない方がいい。これやらない方がいい。絶対いろんなところに持っていく人。あ、そうれ、あ、そうれ。え、ちゃんと糸を巻いてから話してよ。違う違う、そこだよ、それ。あ、こっち、こっちか。このくらい、とりあえず1回目いただきます。いただきます。よし、ちゃんと今日は朝食を抜いてきました。うえーい、やばー。いやいや、いつも食べてるから。よし、よし、いただきます。いただきます。納豆だ、うん、うまい。やっぱり米と合わせた方が納豆はいいですね。待って、これ、お、ん、ちょっとソース取ってきます。じゃあ俺はこちら、お姉さん買ってくれたこれキムチの素、これずぶんいつもあのキムチの素をこうやるんですよね。これですね。普通のキムチももちろん美味しいんですけど、まあ、コスパの面でね、あのこれを使ってます、いつもお家で食べるときは。じゃあこれちょっと軽くかけて、これでいただきます。はい、なんか健康的な朝って感じですね。はい、じゃあすいません、気を取り直して、気を取り直して、醤油とキムチとローストガーリックソースですね、はい、とわさび持ってきました。はい、いただきます。いただきます。醤油、まずは醤油でいきます。どうですか、美味しいですか。普通、普通。あと自分は他にあの焼肉のタレとか、ポン酢じゃなくて、あのなんだっけ、あのつゆ、つゆ、めんつゆ、めんつゆか、めんつゆをちょちょっとかけてね、食べたりもします。はい、結構いろんなのに合いますね。あとネギとかごま油、ネギとかめっちゃ美味しいんですよ。あれもおすすめですね。醤油、みりん、ごま油入れて、アボカド、ボイルした小松菜とあえたら美味しいです。あ、美味しそう。糸がここについてるんだけど、あの、まつげにかかってる、糸が。うん、パチパチ、パチクリパチクリ。あれ、
ちょっと鏡見てきて。あ、この髪の毛からだ。髪の毛、鏡見てきてごらん。髪の毛から右側かな。右側から右から、わからないっていう。鏡見てもわからないっていう。まあいっか、あと一杯はいかんとな。キムチでいこうかな。ローストガーリックいっちゃっていいですか。いっちゃっていいっすよ。めっちゃ美味しいと思う。間違いないですよ。もうご飯にかけるだけでも美味しい。そう、何もなくてもね、美味しいですよね。よし、失礼します。これお皿洗う、ローストガーリックで、よし、いただきます。え、落ちてく、落ちてく。一応こんくらいにしとこうかな。よし、じゃあ自分は次キムチで。キムチで。よし、いただきます。いただきます。混ぜます。合うな。キムチとどっち？こっちが美味しい。こっち美味しい。このローストガーリックめっちゃ美味しいですね。このソース本当に万能だな。万能っすね、このソース。美味しい。どうですか、かけすぎました。うん、なんかあんま好きじゃない。あ、納豆の嫌なところあるある。まあまあ、匂い、まずは匂いですよね。はい、そして、そして、糸が伸びる。糸がネバネバして、食器も洗うのちょっと嫌になります、ね、確かに。そして、はい、そして、あとはまあ、なんかあるかな。口がベタベタする。あ、ベタベタしますね、この口。めっちゃ嫌だ。そしてもうお腹いっぱいです。あ、そこは食べました。みかん5個食べました。あ、まあしょうがないですね。これだけは食いますか。食べます、食べます。あとは任せてください。2杯の完食。めんどくせえこれ。そしてお皿が異様に重いっていう。どっちかって言ったらスルスル入るのは卵かけご飯。ああ、姉さんよく卵かけご飯食べてますよね。品数だから。品数。貧乏っていう。うわ、ちょっとわさびもいってみるか。醤油とわさび。わさび醤油美味しいと思う。ちょっとだけにしたら。あ、ちょっとだけかけますか。そうそうそう、このこんくらい。ちょっと。3口ぐらい分で。ちょんちょんちょん。ちょんちょん。あれ、どっかで見たな。それでは。醤油、わさび醤油。いただきます。辛い。からしとかもありますよね。わ、納豆によってはからしがついてる。ついてるよね。美味しいっすよね、からし。けど最近なんかあんまり見ない気がしますね。からしは好きじゃないな。苦手ですか。あ。よし、最後。お。いきます。いきます。ラスト。ラストです。いきます。あ。うん。うん。ご飯も美味しい。ほら、伸びてる伸びてる、糸が伸びてるって言ったら、くっつくから伸びて。納豆攻撃。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。皆さん、いかがでしょうか。ちょっとなんかのんびりのびのび動画になってしまったんですけど、まあ、糸が糸もなんかこういう感じでこうアロハロウェイということで。なんて今なんてアロハロウェイって言いました。こういう感じでどうでしょう。今日の調子はどうでしょう。悪いということで。ちゃんと終始ここに糸ついてるんで終わりまで。
はい、まあ、動画終わったらあのすぐキッチンでキャッシュバチャ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 、もうどこについてるか分からんからねもしかしたら、はいはいはいということで皆さんはいかがだったですかいかがだったですか、まあ、納豆 1.5kg、 納豆ご飯か、納豆ご飯約 1.5kg、 まあ食べれましたね。はい、はい、頑張った、頑張りました、やったこれからね営業もあるんで、まあ、この納豆の力で頑張っていきたいと思いますということで今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。バイバーイ、バイバーイ。